こんにちは、ひろっぱです、やってきました、京都。現在、嵐山におります。いや、マジで久しぶりに来ました、京都。いいですね。というわけで、本日は J1 リーグ第15節京都サンガ対浦和レッズの試合となります。先ほど長野で浦和レッズレディースと長野の試合行われて、今日浦和が勝てば V リーグ優勝だったんですけれども、残念ながら 1-2 で敗れてしまいまして、でもね、男子はしっかり勝って、で来週女子は勝って優勝っていう感じで、本当にもうね、なんて言うんでしょう、とにかく勝ってほしい一心でおります。これからですね、また友人に会いまして一緒に合流していくわけなのですが、その前にせっかくなので嵐山を若干ね、観光してサクッと見ていきたいと思います。そして今日はね、めちゃくちゃ暑いんですよ。もう汗だくです。これの前に、神戸ノエスタに行ってきてて、で前半しか見てないんですけど、ヴィッセル神戸と FC 東京の試合も見てて、だからちょっとまたハードな一日なんですけど、しっかり応援頑張ります。川の音がいい感じです。こんな感じです。めっちゃいいね、緑に映えます。ください、この人の多さを。やばいっす。去年来た時はフロンターレサポーターの皆さんがフロサポ修学旅行やっている最中で、ユニを着て京都を歩いているのを見て、なんかそれがすごく印象に残ってて羨ましいなと思っていたので、本当に今日すごく楽しみにしておりました。いやもう結構ね、あんまり実は時間がないので割と猛スピードで駆け抜けておりますが、ちょこちょこね、浦和サポーターの皆さんも見かけますね。あら、かわいい。かわいい。すごいね。知らなかった、こんな。おい。本当にここ？でも書いてるから。でもなんかここっぽいところが見えないけど。トロッコ。乗れなかったトロッコ。これは。こっちか。めっちゃおしゃれ、トロッコ。うわ、また来年。おー、着きました。なんと駅の目の前がもうスタジアムが見えております。なんだこの近さは。やってきたぞ、今一番行きたいスタジアム、京都サンガスタジアム前、京セラ。今日もですね、今日も尾崎さんが一緒に付き合ってくれます。前も大阪ダービー一緒に来てくれたんですけれども、なんと浦和の試合を見るの初めてということで、もう今日はね、尾崎さんに応援などをレクチャーしながら存分に楽しんでいただきたいと思います。で、私は京都スタジアム初なんですけど、2回目、3回目。3回目だった。関西にねお住まいなので、結構来ているらしいので、ちょっといろいろレクチャーを受けながら楽しみたいと思います。まずはスタグルですね。もう駅出て目の前、もう1分も歩いてないくらいにスタグルゾーンがあるんですよ。ちょっともうなんかこんな感じで、めっちゃ前よりも多い。なんかルートインも目の前にあるから、すぐ行ったら、確かに目の前にスタバがあって、スタバもあるとは、やば。いいね。次はたまらん店発見。
して、さらしビール自撮り、肉、海鮮、ホルモン、わーってなってるやつが足湯、足湯もあるらしいですよ、皆さんほら、スタバもある。いいですね、今はフラペチーノ、メロンとイチゴ、期間限定で。そう、レモン、レモン、メロンだよ、メロン、メロン。コートも中に、あ、なんか良さそうなのあったら。美味しそう。え、おしゃれ、パン、焼きたてパンとか、なんか知らなかった。すごいです、人が多いよね。あ、タコライスにする。シャリング中でできる。え、めっちゃ高。え、絶対できない。やば。マックマンゴーの氷サイダーです。チーズ青でございます。タコライスです。いつもタコライスですか。タコライスです。あの、やっぱスタグル食べてると野菜が不足しがちなので、今日初めての野菜を食べます。あ、なんかある。なんだあれは。スケボーも紫で、夕日がいい感じ。おいしい、情熱春巻き、おいしそう。あ、確かに、ちょっと今お腹いっぱいだからな。マジで食べたい。あ、めっちゃ綺麗。いいですわ、休日感。最高、休日感。ナンバーワンさんが大好き芸人アルミカーン。
Oh!
かも。コナミデジタルエンターテインメント、まあでも推しみたい。イチゴ、あ、来た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 、かわいい。オフィシャルエクイプメントパートナーは、
までなんだろう。今何時だ。え、22時とかまでやってるってことかな。え、めっちゃパンある。わあ、夕焼けいいね。でも夜もめっちゃ綺麗。わあ、めっちゃ超綺麗。というわけで、最高。やばい。うまい。めっちゃ最高です。最高。いや、結構あのスタジアムでちょっと昼に食べ過ぎちゃったんで、夜がね、あんまりお腹空かなくて、結局タコライスとあのジュースだけで終わってしまって、やっぱ帰ってきてからお腹空いたので、ね、ビールも結局飲んでないんですよね。ちょっともうちょっとお腹を空かせていけばよかったなと思っておりますが、
ねえ、2-0勝利本当に最高ですね。あの結構試合内容的にあの実際にねデータを見てもかなりあの京都が割と有利な優勢な状況だったのかなっていうのはすごく見ていて思いましたし、あとかなりね結構激しいというかあのいろんなまあプレーがある中で結構本当に怖いなって思う部分がたくさんあって、まあ、あの本当に後半はまず先制できてよかったですし、まあ、本当にその後ずっと油断ならぬ状況ではあったんですけれども、最後の最後にカンテ選手リーグ初ですかね、ルヴァンは決めてたけど、いやー嬉しいですし、またねモンベルク選手もしっかり活躍していたし、かなり本当に見応えのある面白い試合だったのと思っております。次がですね水曜日、広島戦ということで、もうね今日上位陣が強くて、神戸も勝ってるし名古屋も勝ってるし広島も勝ってましたね。なので、で広島とは確か勝ち点1差かな、なんでここはもう絶対に勝って、またね少しでも上に行きたいなと思っています。かなり試合がね、手強い相手なので難航する可能性はすごくあるんですけれども、まあ、裏もね調子上がってきているので、また水曜日を楽しみにしたいなと思っております。というわけで、もう本当に眠いのでさっさと寝なきゃいけないので食べて寝ることにしますが、こちらの動画最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。友人もね、浦和の応援初めて見て、もうめちゃくちゃ来るの楽しみにしていたので、すごくもうやっぱりめっちゃすごいねっていう風にすごく言ってくれていて、すごく嬉しかったです。はい、というわけで、こちらの動画いいねと思ってくださった方、グッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。